俺はナックルズ・ザ・イキドゥナ。物心ついた頃から理由も知らずマスターエメラルドを守り続けている。俺にとってはそれが全てだ。しかしある夜、一条の稲妻がマスターエメラルドを砕いた。そして中から謎の怪物が出てきたんだ。なんだこいつは。このマスターエメラルドには大変な秘密があったんじゃないか。